モントリオール理工科大学、ポリテクニーックモントリオールは、モントリオール市、モントリオール大学に本部を置くカナダの、工科大学である。1873年に設置された、モントリオール大学付属のエンジニアリングスクールであり、同大学の工学部としての役割を果たしている。理工系分野では、トップクラスの大学として、世界的に高い評価を得ている、名門校である。日本において、 ポリテク・カレッジを愛称とする施設のような職業、訓練施設ではなく、博士の学位を授与できる高等教育機関であり、日本の工業系の大学に相当する。同様の大学として、モントリオール大学商科大学も隣接して存在している。モントリオール理工科大学は1873年に設立された。当初の目的は製図と工業デザインの教育にあった。 設立当時は住居を改造した建物が校舎であったが、後にサンドニ通りの校舎へと移動した。1958年に現在の場所であるモントリオール大学に隣接した位置へと移転した。本部棟は1975年と1989年に増築されたが、規模は拡大を続け、2002年にはヘックの旧棟5階と6階部分を 計算機電気工学科が曲がりするまでになった。その結果、2003年には新棟の建設がスタートすることとなった。1960年代まで、モントリオール理工科大学の主目的は、技術者の訓練であった。しかし1959年から研究に、その主目的を移し始め、今や、理工系分野において、カナダ有数の研究機関へと発展している。 現在12学科57の研究単位を有し、活発に研究がなされている。1989年12月6日、カナダの銃規制の厳格化のきっかけとなる銃乱射事件が発生し、14名の女子学生が犯人のマルク・レッピンに殺害された。この学校は、モンドワイヤルの北側に位置している。本部胸が一番高い位置にあり、本部胸の他に、 いくつかの建物がある。この建物は本部胸の横に位置している。ここでは主に研究活動と大学からスピンオフしたベンチャー、またはそれに向けた方が的研究をサポートしている。この建物はジョセフ・アルマン、ボンバルディア、スノーモービルの発明者であり、世界第3位の民間航空機メーカーとして有名なボンバルディアの寄付により建てられている。ピエール・ラスソンドと クローネット・マッカイ・ラッソンド・胸は、電気工学科と計算機工学科の胸であり、2005年9月に、竣工しました。この建物の名前は金投資で得た利益を寄付した、ラッソンド夫妻にちなむ。この建物は、2003年に、カナダの建築雑誌からは、メリット賞を受賞し、米国グリーンビルディング評議会から金賞を受賞したが、その評価の際、 これまでカナダでの最高得点である46点をリードポイントスケールで獲得した。ラスンドムンリのエネルギー効率は標準的なカナダの建物に対するエネルギー効率よりも60%高い値を記録している。アントックは2004年に竣工した。このセンターは航空機産業に従事する企業への具体的な技術移転に特化した建物である。 理工科大学の教授陣は一般的にモントリオール大学の教授と共同研究を行っている。アンドレ・アイゼンシュタットムネは電気工学、計算機工学、科学工学、数学及び工業工学の分野により構成される多角的チームを収容している。その他、レーヌ・マリエビルディング、ジーン・ブリアンビルディング、イクリクセンビルディングが 本部胸より離れた位置にある。2003年の冬学期時点で5713名の学生が在籍しており、そのうち1198名が女性学生であった。学部生は3997名で、修士以上の学生は1716名であった。教員数は220名で、その他150名の研究者がおり、大学全体を形成している。 教育の質の高さでよく知られており、毎年600名の学士、200名の修士、そして50名の博士を輩出している。在籍する学生のうち1000名以上が国外からの留学生で、その割合は約20%となっている。これはケベック州の大学における留学生平均の3倍を超えている。これはモントリオールの多国籍。 多民族な側面の現れでもある。数字で見る、モントリオール理工科大学日本、シンガポールカナダドイツオーストラリアフランススイス。ありがとうございます。